なんか最近いつも思うフィクションのようでいまいちリアリティがない。今一番伝えたい言葉さえも飲み込んで思い切って飛び込めない。取り留めない会話もシャンパンの泡のように消えてなくなるの。でも確かにそこには二人の残りがある。傷つく気がして、だけど会いたいの。冗談に聞こえるでしょう、そういう言い方しかできないのよ。でもいつか不意に思い出し、チャンスの中からあなたとちゃんとここに収まった、まるで絵はがきのよう。重なり合う気持ちは合わせ鏡のよう。沈黙は不安の種、話しかけてよもっと普段のまで、普段の声で普段の目で普段通りでも俺には全てがスペシャル。冷たくされたらどうしよう、その気持ちが縮込めるモーション。それでも心の中はモーションのようにどんどん上がって、今度会えるのはいつ、そうはっきり聞くより願う方が自分らしいかな。あなたの HP